イレニアム A、イレニアム、本名、ニコラス D ・ミラー、1990年12月26日隊は、アメリカ合衆国の DJ、プロデューサーである。2020年のフォーブスが選ぶ30歳未満の30人、音楽部門に選出されている。1990年に、シカゴに生まれる。2歳の頃に、サンフランシスコに移住。2008年頃から、 エレクトロニックダンスミュージックの作曲を開始している。2013年からはステージ名としてイレニアムを使い始める。同時期活動拠点をデンバーに移す。2016年に自身のレーベルカサヤレコーズを設立。同年リリースされたデビューアルバムアッシュズがヒット iTunes エレクトロニックミュージック第1位を獲得した。また同年3月。 当初非公式に発表したザ・チェーン・スモーカーズのドントレミー・ダウンのリミックスは YouTube で1.6億回サウンドクラウドで6000万回超の再生数を獲得し最終的には公式リミックスアルバムに含められることとなった。翌2017年アルバムアウェイクをリリース。ビルボードダンスエレクトロニックミュージックアルバムチャートで第3位を記録した。 さらにこのアルバムに収録された Crawl Out Love により2018年4月国際ソングライティングコンペティション2017で最優秀賞及びエレクトロニックダンスミュージック部門での第一席を獲得した。ありがとうございます。